監督の頭の中で開幕投手というのはどのような、はい、もう決めてます、決めました、選手にお伝えました、開幕投手は千賀で、はい、行きたいと思います。日本一奪還を狙うホークスの今シーズンの開幕投手がついに決まりました。藤本監督が来月25日の開幕戦を託したのはエース千賀滉大です。やはりチームの、ね、エースなんで、まあ、という143試合の4分の1かも分かんないけど、まあ、そこを任されるというのはやっぱり一番チームの中で信頼されるピッチャーじゃないかなと思うの で、まあ、ブルペンも何回か行かせてもらいましたけど、やっぱり球の、ね、質がやっぱりちょっと違うかなと、そこでも千賀に決めました。160キロを超すストレートとお化けフォークが武器の剛腕、今年は怪我による出遅れもなく、ブルペンでは新たな武器のシンカー習得にも力を入れています。3年ぶり3度目の大役となる千賀、開幕投手を任された過去2回の登板ではいずれも無失点の好投と大舞台での勝負強さは織り込み済み。侍ジャパンでも活躍した高野エースが藤本ホークスの初陣でどんなピッチングを見せるのか注目です。もう分かってると思うけどみたいなまあそれぐらいやってもらわなくちゃいけないからみたいな話をもらったので、本当により一層引き締まりましたし、やってやるぞという気持ちになりました、はい、打席に立ってくるかも分からないので、本当に、まあ、一ファンとしてすごい楽しく見させてもらってますし、本当にどうなるんでしょうって感じです。僕も、はい、みんなと一緒です、はい、こんにちは、火曜日の福さてです。開幕投手の発表は12球団一番乗りだったということなんですね。その開幕カードは今ちょっと話ありましたけれども、ビッグボス率いる日本ハムとの対戦ということになります。